トギモチセカンドです。今日はね、ちょっとね話をするのとプラス、コンビニで買ってきた韓国コンビニですね、宇宙みたいな惑星プラネットみたいな感じのこの地球グミ系ですよね。あ、そっか、だから地球グミのシリーズとして他の惑星もみたいな感じで、これかな、なんなんこれ、私よく知らないけど、これ何、火星、あとこれ何、こっちが土星、木星火星木星金木星とかにわけのわからないなんか昔の狩野英孝さんのギャグみたいなこと言いそうになった。私本当にもう、頭がちょっとね、どうしたの今日ちょっと変なんですよね。もう何でもいいわ。あ、水星だよねこの水色は絶対ね、知らんけど書いてる？何も書いてない。バーコードしか載ってないな、これ。説明ゼロです。とりあえず、まあ、この木星、土星、水星みたいな感じのやつ食べてみたいと思います。なんかさ、それでさ、話なんですけど、あのね、前、質問コーナーの質問受付の動画を出した時に、なんか私の怖い話とか、人怖でも、なんか心霊系の怖いのでも何でもいいので、なんか経験ありますかとか話してくださいみたいなのがあったから、ちょっとね、一本で動画で、セカンドで話そうかなと思って。あ、ちょっと待って、一旦これ食べよう。いつも言うんですけど食べるの忘れちゃうから、まずね木星行こう。ね、これ本当に木星知らんよ私ね、天体系は詳しくないんですよ。あ、しかもさ、これ開け方なんか一回教えてもらったな、視聴者さんにコメントで。なんか歯でこうやったら開きやすいとかなんかなかった？歯だったっけ。なんかそのためにね、さっきちょっと洗ったんですよ。洗ったというかフキフキした。あパン言うた開いた。あ、でも中身が、待って、ちょっとプチュって出てるよ。地球グミみたいに赤いトロトロじゃないんだ。めっちゃ爽やか。レモン、ライムかな。なんかメインで甘いもの食べたから、なんかこの爽やかなちょっと酸味があるのが美味しい。あ、またやろうかこれ。あーか、あれ、待って、これ中身一緒かな。なんか全部白いの出てきたよ。地球グミって青かったですよね、確か。待って、でもなんか、ちょっと赤っぽいよ、ここ、ほら。ほら。あれ？中一緒だ。さっきの白いやつだ。赤っぽいの、これ私の口紅か。口紅ついて。口紅と間違えた。中一緒だ、多分。うん。なんかレモンかライム。全部一緒か。まあでも、ちょっと喋りが今回はメインでいこうかなと思ってるので、なんでもいいわ。こう、歯でやるとすっごい開きやすいな。ほら。一緒だ。惑星の色は違っても一緒です。地球だけ違うんだ。やっぱりそうですよね、地球は特別ですよね。ということで、ちょっと、まあ、惑星のグミ食べてみたんですけど全部一緒だった。でも地球グミの方がなんか酸味があった気がするな。中が甘酸っぱい感じ。こっちはね、なんかただレモンで爽やかみたいな。はい、ということなんですけど、じゃあ私の怖い話、あのね、人怖は今パッと思いつかないんですけど、でもなんか心霊系でちょっと私の過去の中で最大に怖かったことってっていうのが、これね、語り手が私の、話すのが私だから、一緒に行った友達と話してもらった方がもっと怖く感じると思う。なんかこれって語り手によってね、怖さ変わっちゃうだろうから。私そういうの下手だからさ、一旦私が話すんですけど、高校の時に、私と、あと友達女の子二人で、女の子三人で映画館に行ったんですよ。で、私は香川に住んでて、で、映画館行くんだったら、河原町駅っていうとこから電車に乗って3駅か4駅かなんか、沖松島2丁目かなんか忘れちゃったな。まあ、それはどうでもいいですけど、そこに行って、でそこから降りて、ちょっと歩いて、1キロもないのかな？ 1 キロくらいだったかな、なんかの距離のとこに、昔で言うね、高松サティっていうなんか、ショッピングモールか、ね、ミニデパートみたいなのがあって、そこで映画館を見るんですよ。で、映画を見て、で、終わったら、時間がね、だいたい4時とかだったんですね。で、夏ですよ。だから、4時とかまだ、ガンガン明るい。7時とかでも明るかったからね。で、4時にもう帰ってたんですよ。とこってそのデパートみたいなとこを出て。で、駅に向かって歩いてたら、駅までが、だからさっきも言った通り1キロぐらいあるから、ちょっと離れてるから、まあ、ちょっとなんか私たち的には次なんかカラオケも行きたいし、なんか早く駅に行きたいと思って、ちょっとここさ、近道なんかここ細道抜けた方が早いんじゃないみたいな話になって、なんか結構ボロボロの家が2つ並んだ。もう本当に幅で言うと横に3人並んだらもういっぱいいっぱいぐらいの結構狭い幅の家と家の間の隙間を通ろうと思ったんですよ。で、パッと見たら、まあ大体
界100メートルもなかったよな、絶対50とか。家が立ち並んで、そっちも家があったからの間だから、待って50メートルもなかったのかな、50メートルぐらいかな、あんなにもなかった気がするんですけど、そんなもうすぐなんか入ったらすぐ抜けれるぐらいの距離だったんですよ。でなんか普通に私、友達、友達でこう一列になって歩いてたんですよ。トコトコトコって、まあ、なんか何気ない3人で会話しながらしてたんですけど、途中からなんか一番後ろの子なんか喋ってないなと思ったんですけど、まあまあなんか私とその子でちょっと会話してて、そしたらね、私の後ろの子がって言ったんですよ。で、何と思って向いたら、もう本当にこれめっちゃ怖い、今でも鳥肌立つんだけど、マジ鳥肌立ってるやばい、ちょ待って、めっちゃ鳥肌ね、これ見える、すごい鳥肌立ってる、見えるかな、なんかすっごい大きな人でも顔も何も見えない、真っ黒なんですよ、真っ黒の黒い大きな人が私の後ろの後ろの友達の後ろにも立ってて、一番後ろにいた子がその私の後ろの友達をパッと腕を掴んだらしくって、ですごいなんかこんなのでバッて掴んだらしいんですよ。それで私の後ろの友達がヒャって言ったらしいの、後から聞いた話ね。でもう私それ見た瞬間怖くなって、もうその人、黒い大きな人を見た瞬間、顔とか全然みんな真っ黒、でも怖くって、うわーって走って、その子と一緒にグワーって逃げて、でももちろん3番目の子も一緒に逃げたというか、その2番目の子が引っ張ったのかな。で走ったらなんかね、異常に遠いの、たかだか 100m ぐらい、もう 100m もないかなの距離のこの家の幅が抜けれないので、何これみたいな、めっちゃ遠いじゃんみたいなんで、ブワーって走って、怖い怖い怖いとか言って、そこをね結局バーって走って出たんですよ。そしたらさっき通り抜ける前、あっち明るくて、てか まだ夏の4時半とかガンガン明るい時だったのに、なんか外真っ暗、なんか暗ないってなって、さっき入るときさ明るかったで、時間ね正直その時見てない、もう暗かった、なんか真っ暗になってたんですよ。もしかしたらなんかもうその時期で言うと多分もうほんと8時とかの暗さ、夜の8時過ぎとかの暗さで、もう怖くなって心臓バクバクですよ。でちょっと行ったら駅の前にコンビニがあるから、もうコンビニ かけ走、もう私って3人で走って、その時はあの おっさんじゃないなんか黒い影の人、おっさんがどうか知らない、男か女かも見えないけど、男の雰囲気で、なんかそのコンビニに入って行って、でコンビニで、ちょもう無理、マジで無理、ちょっとトイレ入るわって言って、私トイレ入ったんですよ。そしたら友達2人はトイレの、あのコンビニのトイレの前って鏡屋じゃないですか、手洗い場のの2人いたのに、なんか私ノックされたから、トイレしてガチャって開けて、なんでノックしたんって聞いたら、えノックしてないよって言うから、もう怖みたいな、もうなんか続きすぎて怖みたいな、私一緒に友達ふざけてんのかと思ったけど、友達もなんか本当にもうなんかそれよりさとかで本気の雰囲気だから、もう二人揃って絶対ノックしないみたいな感じで分かって、それも怖かったし、で結局もうそのままカラオケ行かずに家帰ったんですよ。でもこれね、夢の話じゃないですよ。次の日とかも学校行って、しばらくその話、友達としてた、こんなのあったんだよとか言って、他の仲良かったメンバーの子たちに、で私のそのだから私の後ろで歩いてた子は親友ちゃんなんですけど、私と本当に小中高大一緒の親友ちゃんは、未だに会うとあん時怖かったよねって話すから、もう本当にみんな覚えてる記憶、無意識の私の夢じゃないです。なんかずっとその話は今もする。なんかあれは絶対普通にあの黒い人、人じゃないみたいな、っていうなんか怖い話があったよっていう、それだけなんだけど、私が話すとねあんまり怖さが伝わらないかもですけど、その親友ちゃんが喋るの上手だから、なんか他の人となんかいる時にその話って今までにも何回か出て、その子が話してくれたらもっと怖い多分ね、私まだ言ってない部分とかがいろいろあったりとか、もうとりあえず怖すぎて、でそうそう、で後日談だわ、そのだから次の日学校に行って、そのだから一番後ろに歩いてた子、その子がなんかすごい寒気がして、すごい気分悪くなってしんどくなってきて、後ろにだから人がなんか、おっさんってまたおっさん言うとおっさん言うななんかすごい黒いでっかい人がいるのって、その子知らなかったらしくって、私と2番目の子だけがそう後ろ向いたから見たんだけど、一番後ろの子は完全にもうすごい寒気で気分も悪くなって、なんかすっごい体が重たくなって、でこんなんなって、その子なんかしんどいから、その前の子、私の親友の子を掴んだらしいんですよ。でその子が見て
びっくりして私が見たみたいな。でその子はその人が立ってたのを知らなかったのね。だからもう完全になんか取り憑かれてたかなんかわかんないけど、なんかあったのかなそこ。だからそれ以来そこの映画館はよく見に行くんですけども、その道は避けて通る。私たちは怖すぎて未だにねその辺行くとねちょっと怖い。今ももうびっくりした、もうやめてよ本当に。何今それどころじゃないんだってちょっとドキドキドキって今もすっごい鳥肌立ってるね。この話したからまたあの人戻ってきたよね、あの黒いよ、まだおっさんいそうだったあの人本当ちょもう分かんないけどめちゃくちゃ怖い。なんかこの話するたびに毎回私たちもまたなんかね毎回鳥肌立つんですよ、怖すぎて。っていう、なんなんこれ、人怖じゃないよね多分。だってあれ人じゃないもん。なんかでも多分心霊だろうなっていう感じで私たちは記憶してるというお話です。どうだったかな、こういうお話でよかったかな。ただ私の中で今まで心霊で怖かった話ってもう一番に出るのがもうそれ。それが大したことじゃないけど すごく恐怖体験なんですよ。直接見ちゃったから、見た記憶がもう頭から離れない。なんかあの映像をずっと残ってんですよ、私もその子も。いや怖いなあれはね。ちょっと私が言って伝わって言ってるかどうか分かんないのが悔しいけど、高松とか香川県民の人ってあそこ同じ体験の人いないかな。いたら書いてほしいコメント欄に。大まかにしか言ってないから、特定の位置は言ってないから、なんかちょっとあんまり迷惑はかからないかなと思うんですけど、以上こういった出来事でした。私の怖い心霊体験でした。